はい、速稼塾の久保でございます。まあ、久々に YouTube チャンネルを紹介させていただきます。今回ですね、ワンバンドさんですね。一人でバンドされてるって意味なのかなと勝手に想像するんですけども、まだよくわかりません。実は昨日ね、初めて私の動画にコメントをいただきまして、初めてですよね。多分初めてだと思うんですけども、コメントをいただきまして、遡っていくと、まあ、こういう風なチャンネルをされてるんだなということでね、ロスジェネを歌った、そういうふうなミュージシャンなのかなというふうに推察します。まあ、細かい説明なかったんでよくわかりませんけども、いろいろとね、動画を再生すると、その人が見えてくるということもありますんで、同じ YouTuber としてですね、これからも応援したいなと思ってます。ちなみに、どんな曲があるのか、ね、ちょっと見てみましょうか。就職、氷河期世代、キャリアコンサルタントになってっていう曲、それから、次ですね、わびさび社会、世界を救う Z。日本の政治家や役人どもが追い詰められて。とかね、ありますね。ありがとう芸能人、さよなら芸能人、管理社会をぶっ壊し、など様々でございます。これしてみましょうか。嫌なことロスジェネに丸投げってのがありますので、これをちょっと再生してみようかと思います。で、ちなみにですね、チャンネル登録40人、そして、あ、これチャンネル登録しときましょうね。チャンネル登録しますよ。うん。で、これで41人になったと思います。皆さんもね、チャンネル登録ちょっと、動画概要欄にワンバンドさんのチャンネルつけておきますんで、チャンネル登録していただければと思うんですけども、その他ね、動画の再生数なんですが、まあ、チャンネル40人にしてはね、結構あるんですよ。ね。なかなかあるでしょ？数百とかね。うん。これで十分なんですよ。まずはね。で、こっから動画の更新をどん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 やっていったりとか、自らのこの曲をですね、例えば10秒切り抜いて、ショート動画に上げていくみたいな作戦を取って、それからこちらのメイン動画に誘導していくとかっていう方法とかね、こっからね、結構いろんな方向に伸ばせると思うんですよ。はい。じゃあ、この辺で嫌なこと、ロスジェネ丸投げをちょっと再生してみます。私なりにね、ちょっとね、倍速再生すると私ちょっと聞きやすいんで、すいませんけど、今回も倍速再生させてもらいますね。はい。じゃあ、曲の方お楽しみください。